マレー・フィューン・マレー・フィルーンは、南アフリカ共和国の政治家。南アフリカ共和国大統領。また、大統領就任に先立つ1978年8月21日から10月10日まで、大統領代行を務めている。郵便局、新聞社勤務を経て、政界入り。アパルトヘイトを推進していた。国民党内では恩恵派に位置していた。労働などを経て、 1978年大統領、代行。バルタザール・ヨハネス・フォールスターの後、1979年から、南ア共和国大統領に就任した。フィルンまで、南ア大統領職は、政治的権限の弱い国家元首であったが、1983年に憲法を改正し、行政府の長として権限を強化し、公認のピーター・ウィレム・ボータは、 強大な権限を活用しアパルトヘイト推進派として行動することになる。2007年1月4日後心不全のため、プレトリアの病院で死去した。91歳。フォーマーステートプレジデントマルバンパセズアウェイ。 メールガーディアン、http コロンスラッシュスラッシュ w w w m i l,、e e. l i g r a m c o t h e s l a s h articl.eepage.aspx エリアイコール、ブレイキング、ニュース、ブレイキングニュースナショナル、&、アンド、アーティクリットイコール2949912007年1月5日閲覧。ありがとうございます。